KG。さあ今週も始まりました Radio KG、 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 KG です。 What's up y'all ということで、寒暖の差がなかなかの激しさを増しておりますが、東京はね急に3月中旬ぐらいの気温になったりもしつつ、また寒くなったりで、体調崩しやすいこの気候になってますけど、皆さん風邪気をつけてくださいね。もうちょっとしたら暖かくなるからもうね、俺前にも多分レディオ KG で言ってますけど、本当冬が苦手で、もうとにかく肩が凝って首が硬くなって頭痛くなっちゃうんですよ、寒いとね。なので早く、もう早く早く暖かくなってもらいたいと。で、今基本引きこもって制作をずっとしてるので、あんまり寒い中外を歩くこともないんですけど、それだとね本当にもう洞窟に住んでるんじゃないかみたいな状態になっちゃうので、まあコンビニ行ったり、ちょっと本屋さん行ってみたりとか、そういうのでちょこちょこ家は出てますけど、その時も基本日が沈んだらできるだけ出ないというですねそして日が出てるうちに出て、こう日が照ってる方を歩くようにしてます。もうね寒くて大変です。もうどん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 肌も白くなっていってねもう早く太陽が浴びたくてしょうがないんですけど、まあいいタイミングで制作期間になったので、冬をどうにか風邪もひかずに乗り越えられてますけど、あれですよ、前にも言いましたけど、手をね消毒するようにしてるんですよ。家に帰ったらこう消毒ジェルみたいなんで、でスタジオだったりとか、仕事でどっか行ったりすると、その大体建物の入り口にそういう消毒スプレーみたいなのとかあったりするので、それで手をね必ず消毒するようにしてるんですけど、そのおかげかどうかわからないけど、なんとかなんか風邪をひいたり高熱を出したりというのを今のところしてないですね。まあちょっと怖いですけどねこのいろんな政策が落ち着いて油断した瞬間がもう今から怖くてしょうがないですけど、先週は特に寒い日も多くてですね、かといって KG はあまり外にも出ずに制作ばかりしてたんですけど、バレンタインデーがね土曜日にあって、どんなバレンタインデーだったか、みんな、ね、どういう風に過ごしたか知りたいなと思ってましたけど、特にそのバレンタインデーの結果報告みたいなメッセージは今週は全然なくてですね、みんな何気にこのレディオ KG 聞いてくれてる人は大人が多いのかなっていう結論に俺の中で達しました。自分もそうですけど、大人になってくるとね、こうバレンタインデーだからといってなんかウキウキしたりふわふわするもんでもないじゃないですか。好きだったらその時に好きって言うしみたいな、バレンタインデーきっかけじゃなかったりするのでっていうのもあるのかなと思いますね。それはそれで嬉しいですけどね。大人に向けての音楽という部分で響いてくれてたら嬉しいなと思ってる KG としては、老若男女年齢問わずですね、皆さんが聴いてくれたら嬉しいなと思います。そしていよいよ2時間弱後に新曲あなたがいればがリリースになります。イエス！ウーフ！ということで、今週はあなたがいればについてたっぷり話していきたいと思います。今週もレディオ KG よろしくお願いします。 Always with you Radio KG。 悲しみも苦しみも痛みも全部何一つ隠さなくて。 KG Brand New Days Now on Sale。さあというわけでレディオ KG、 今週もトークテーマを喋りたいんですが、その前にレディオ KG 10回目を迎えました。イエスイエスイエスそうそう、番組冒頭で言うの忘れちゃった。10回目だって、あっという間ですね。まだ始めて3ヶ月ぐらいですかね。10回ってあっという間ですね。正直あれですよ、特にスポンサーがついてる番組とかでも何でもないのでほぼゲリラ的にねこう YouTube に上げてる番組なので、
聞いてくれてる数によって終わってしまうとかそういうことはないんですけど、まあ、できるだけだから長く続けていきたいなと思ってますよね。あからさまに本当に1週間で2人とかしか聞いてくれてなかったらさすがにちょっと考えますけどそれ2人でもまあ2人でもいいかなっていう思いもありますよね。そうで、まあ今始まってから10回ずっとケージ1人で喋ってますけど、まあ、リリースとかがね落ち着いて、自分のリリースとかが落ち着いてきたら本当にこう他のアーティストだったり他の業種の人だったりいろいろ呼んでですね喋っていきたいなと思ってたりしますので、その辺はねお楽しみにしていただきたいなと思いつつ、まだ全然決めてないし決まってないですけど、なんかいろんな思いだったりいろんな人のこう熱い気持ちだったりいろんな経験をねこのレディオ KG でみんなに聞いてもらえるような番組にしていければ嬉しいなと思ってますが、とりあえずはもうそろそろ飽きたよっていうかもしれないけど、KG の一人喋りをねもうちょっと楽しんでてもらえたら嬉しいかなと思いますね。というわけで今回のトークテーマですけど、今回のトークテーマはデーデン、あなたがいればいればいれば whatever whenever ということでいよ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 もう2時間弱ですよ。このね毎回レディオ KG は火曜日の夜10時にアップされますけれども、この17日の夜10時にアップされた2時間後の18日になった後、12時を過ぎて2月の18日になれば新曲あなたがいればが配信開始になりますということで、今日はまああなたがいればについてねいっぱい喋っていきたいなと思うんですけど、もうねもう新曲かっていうねそうなんですよ。もういい曲できたらどんどん出したいなという姿勢でチーム KG 進んでますので、少しでも多くの人にいろんなタイプのね楽曲を届けられたら嬉しいなと思います。で先月出した、明日は君のためにあるというですね、今までだったらアルバムの中に入っていたような曲も、配信シングルで出せたりというですね、自分の中ではものすごく、音楽的に気持ちが充実してる感じですね。恋愛の曲自分でも大好きなんですけど、今までももうたくさん自分でも記憶にないぐらい出してるし覚えてないぐらいの数出してますけど、恋愛だけじゃなくてね人間生きていく上でいろんなことがあるので、明日は君のためにあるというような曲もリリースできて、さらにまた今回ねこの2時間弱後にリリース開始になるあなたがいればというですね、まあ、純粋な恋愛ソングというかですね、こういうものも出していけたらと思ってやってるのですごく充実してますね。でまあ希望としてはまあ、KG は恋愛ソングというやっぱイメージが強いのか、まあね恋愛ソングじゃないとあんまり反応が薄かったりもしますけど、聞いてもらいたいよね恋愛じゃない曲もっていう思いもありつつ、でもまあ恋愛の曲を書く時には、期待を裏切らないようにと思いながらまっすぐな気持ちで曲と向き合って作ってますけど、今回のあなたがいればはいつものパートナーきついけんいちと一緒に作ってます。でもうね、まあ、この1年でもね今もこれからもだったりいつまでもいつまでも巡り合えた、あなたがいれば君と出会うまでのストーリーもうなんか、ね、もうたくさん出しててちょっと今追いついてないですけど、たくさん一緒に曲書いてますけどアルバムの曲も数えたらもう何十曲一緒に作ってんだろうっていう感じなんですけど、このきついけんいちについてねちょっとね語ってみようかなと以前制作の時にちょっとレディオ KG けんいちくんちょっと出るって聞いたら、ちょっと俺表に出るの恥ずかしいよって言われちゃったので勝手に語ろうかなと思いますけどきついけんいちと知り合ったのはもうね10年ぐらい前ですね。2004年2005年ぐらいですかね。2004年に KG を始めたんですけど、まだまだアマチュアでねオリジナル曲も少なかった時に、ライブはフルバンドでやってたんですよ。で KG は前にも言ったしも知ってる人もいると思いますけどボーカルとキーボードのユニットで、KG というのは
ボーカルのコウ、そしてキーボーディストのガクシー、この2人の頭文字を取って KG という、ところから始まってるんですけど、まあ、ユニットだったんですけど、ライブに関してはもうライブハウスを中心にやってまして、その時はもう完全フルバンドでライブをやってたんですよ。でそのフルバンドでサポートしてくれてた仲間の一人がキツイケンイチで、彼はまあギタリストでもあるんですけど、で当時からの付き合いなのでもう10年弱とかですよね。なんかね、あっという間ですけど、でまだ当時は本当に先が見えない中音楽やっててですね、お互いにバイトをもうしながら、ね、生活するためにね、生きるためにバイトを必死にしながら音楽をやってたんですけど、今もこうやってねつながりながら一緒に音楽をやってるだけでも幸せなのに、それがこうプロとしてね、たくさんの人に聞いてもらえる環境で一緒に音を作れてるっていうのが本当に幸せだなと思ってますね。でちなみに当時アマチュアの時に、フルバンドでやってくれてた時のベーシストが松本慎二というベーシストで、彼は、昨年のツアーのファイナルでベースを弾いてくれてた、弾いてくれてるんですけど、松本慎二、まっちゃんと呼ぶんですけど、このまっちゃんときついけんいち、けんいちくんは本当にもうその10年前から一緒に、KG で関わってくれてた仲間で、まあ、時間が経ってからでもね、一緒にこうやってずっと音楽でまだつながってられてるというのが本当に幸せだったりしますよね。で、まあ、メジャーデビューからアルバム曲を一緒にけんいちくんとはちょこ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 作りつつですね、もっと愛したかったという曲から配信シングルも一緒に作るようになって、でここ 1,2 年だとね、本当たくさん今もこれからもいつまでもいつまでも巡り会えた、君と出会うまでのストーリー、アルバム曲まで上げると本当本当キリがないですけど、そういう風に一緒に作ってきた、仲間とできた素晴らしい曲です。でテーマとしては遠距離恋愛がテーマなんですけど、前も言ったと思いますけど、遠距離に関わらずね、お互い仕事が忙しかったりですれ違いが多かったり、好きという気持ちはもちろんあるんだけど、生きるためにはね、恋愛だけじゃ生きれないから、やっぱり自分のやりたいこと、自分の仕事だったり、自分がこう集中するものがあると思うんですよね、大人になってくると。そんな中でなかなかタイミングが合わないと一緒に時間が過ごせなかったりして、でそこでこうすれ違うと、ね、ボタンをかけ違っていって、どっちも悪くないのになんか喧嘩になってしまったり、うまくこうコミュニケーションが取れなかったりっていう瞬間がね、出てくることがあると思うんですけど、そういう、まあ、恋愛の遠距離に限らず恋愛で感じられる、そういう空気感を詰め込みました。で、曲の頭でにも入ってて、サビにも入ってる白い月を照らすあの太陽のようにあなたを愛してるよというこの文章がですね、自分の中に一番初めにこう浮かんできた、もので、これをテーマに書きたいなというのがすごくあって、もしかしたら前にも言いましたけど、まあ、白い月が輝くためには太陽が、照らし続けないといけないと。で月と太陽というのはこう並ぶことはないんだけど、近くでね隣り合わせになることはないんだけど、でもそこに太陽の暖かさがあって、光があるから月がまた優しく夜を照らせるというですね、そういうなんか素敵な関係、そういう恋愛っていいなという思いで、書いた曲なので、たくさんの人のエネルギーになってくれたら嬉しいなと思いますね。今恋愛してないという人にもね、伝われば嬉しいなと思います。ということで、あと2時間弱後にリリースです。聞いてください、あなたがいれば。白い月を照らそうあの太陽のようにあなたを愛してるよ。あなたの声が聞きたくなって Oh, かけた電話つながればまるで君がそばにいるみたい。くっ
心が少しずつ癒えてこう、すれ違った時間さえ忘れられるけど、悲しみも苦しみも痛みも全部何一つ隠さなくて。 KG Brand New Days Now on Sale。 Radio KG。 さあ、というわけで聞いていただきました、もう間もなく配信開始になります、2月18日リリースの新曲あなたがいればでした。いやなんかね、なんだろうな、よくね、まあ、恋愛曲たくさん書かせてもらってるので、作らせてもらってるので、Facebook のメッセージでも、レディオ KG に当てていただいたりもしますけど、こういろんな素敵な恋愛をされてるんですかというような質問を、してくれることが多いんですけど、なんかね、どうなんですかね、多分皆さんと変わらない、恋愛事情だったりしますね。ただ俺の場合は歌を聴いてもらったりライブを見てもらったりしたら分かると思うんですけど、中途半端が嫌いなので、恋愛をするともう本当100の力で向き合おうとするので、一回一回がものすごい濃い、いい意味でね、濃い濃密な恋愛になるので、いろんなことを感じられる、恋愛を今までしてきたっていうのがあるので、それをうまく全部こう言葉だったり、情景として表すことができてるかって言ったらそうでもないんですけど、その自分が経験したものの中から少しでも、皆さんに何か感じてもらえればなと思って作ってるわけですけど、どうですかね。もう早くフルで聞いてもらいたいですね。結構ね、2コーラス目とか好きな歌詞があったりするので、こうやっと会えたのになんかくだらないことで喧嘩になっちゃって無言になっちゃうみたいな、歌詞が2番にあったりするんですけど、なんかね、早く聴いてもらいたいですね。で、あなたがいればという歌詞が入ってるのもさらに後なのでフル聴かないと聴けないというね、タイトルがねいや、もうぜひ聴いてもらいたいなと思います。いつも通りですけど、恋愛ソングだけど、まあ、恋愛に限らずね、自分にとって大切な人だったり大切なものに置き換えて聞いてもらえるようにもしてるので、ね、例えば家族とかだとね、たまに実家帰ったりしてもなんかくだらないことで親になんか口うるさく言われてもう会話しないみたいなねそんなこともあったりすると思うので、いろんな形に当てはめて聞いてもらえたら嬉しいなと思いますね。で、今まさにこう、物理的に距離がある恋愛もそうだし、こうなんかすれ違ってしまう気持ちがね、すれ違ってしまうような恋愛をしてる人はこれを聞いて、改めてね、今自分が好きな人のことを、あ、好きなんだなって思い出してもらえたら嬉しいなと思うし、何かしらのエネルギーになればいいかなと思ってたりします。ぜひそういう恋愛をしてる人はね、またメッセージとか送ってきてもらえたら嬉しいなと思いますね。メッセージちょっと読んでこうかな、時間も時間なので。と言いつつね、そんなに今回ねバレンタイン結局どうだったのかみたいなメッセージも少なくてですね、読んでこうかな。ラジオネームまいまい2号さん、コアさんこんばんは。そしてハッピーバレンタイン、バレンタインの時に送ってくれたのかな、今年はクッキー焼きました。おー、
本当はコウさんに直接お渡ししたいのですが、なかなか難しいので代わりに食べておきますね。かっこ笑い。そうそう、来週のレコーチョクイベント行けることになりました。キャー、ありがとうございます。コウさんにお会いできるのを楽しみにしてます。ではでは、ということで、あ、来週、あ、そうか、先週送ってくれたってことだね。今週末土曜日ですかね、レコチョクのイベント応募して、結構ね、東京のレコチョクでやる特典イベントなんですけど、いろんな地方の方が来てくれるみたいで、ライブだけじゃなくてトークもするので、まあ長いライブ時間ではないですけど、みんなと楽しい時間が過ごせればいいなと思ってます。お待ちしてます。まいまい2号さん、クッキー焼いたんだね、素敵素敵。次、ラジオネームハータン。今北海道に住んでる彼と福岡に住んでる私で、遠距離恋愛中ですと。北海道と福岡ってすごいね。沖縄までは行かないにしても、もうそのもう端と端みたいな感じだね。で、2人で年越しに三井グリーンランドのカウントダウンライブに行きました。だって、ありがとうございます。でそこで初めて KG のライブ見たらしいんですけど、すごく好きになってくれたということですけど、そんな彼に今年のバレンタインはサプライズで手作りミッキー&ミニーのチョコクッキーとお揃いの下着を郵送します。いろいろびっくりすると思います。だってこれ郵送したってことだよね。もうね、お揃いの下着ってなんだよ、すげえな。ちょっとね、ちょっとそれについてまた後で触れるけど、新曲あなたがいればは遠距離恋愛や頻繁には会えない恋人のストーリーのようで、まだ1番までしか聞けてないですが、今の2人の環境的にもまたまた2人して激ハマりしそうです。CD 何回聴いても一向に聞き飽きませんが、 KG さんは生歌が半端じゃないです。 CD で聴いててもどうしてもライブの時の歌い方を思い出してしまって、そっちがまた聴きたくてたまらなくなります。あと、あの自由な感じ、そう、俺ライブの時基本自由なんでね。なので2人で日にち合わせて休みを取って KG さんライブ行きます。だって、ありがとうございます。 KG さん本当にいつも2人をつないでもらってます。ありがとうございます。またライブで会いに行きますね。だって、ラジオネームハータンさん、ありがとうございます。ちょっとさ、手作りミッキー&ミニーのチョコクッキーはいいんだけどさ、お揃いの下着を郵送しますって郵送したんだよね。どういうこと、男性と女性でお揃いの下着ってどういう形なんだろう、どういうことなんだろう。色合いとかそのデザインがお揃いってことだよね。形お揃いだったら気持ち悪いよね。男性寄りのそのボクサータイプで女性もとかだったらまだ可愛いけどね、男性が女性の下着着てたらちょっとそういうことじゃないよね。そういうことじゃないよね。これ彼は喜んだのかどうか、また報告メッセージを送ってください。ハータンさん、ありがとうございます。福岡と北海道だと本当なかなか会えないから大変だよね。でもこういうその、まあ、カウントダウンライブに2人で来てくれたり、何かその2人で一緒に過ごす数少ない時間の中で、そこに KG の音楽があったり、俺のライブに来てくれてたりっていうのはものすっごい嬉しいですね。ありがとうね。またこのね、本当にいつも2人をつないでもらってますっていうコメントがちょっとグッときますね。なんか本当に何かしらエネルギーになれば嬉しいなと思って音楽をやってるし、曲を作ってますけど、実際にこういうメッセージをもらうと、なんかやっぱりね、音楽をやってる中でもいろいろ葛藤があったり、自分の中でこううまく消化できないものがあったりっていうのが今まであって、今はすごく充実してる環境になったんですけど、そこで続けてきて今があるんですけど、続けてきてよかったなって思える瞬間ですよね。みんながなんか、あの曲で笑顔になりました、あのライブで楽しくて元気になりましたとか、この曲で泣きましたとか、そういう風にみんなが言ってくれることが、俺にとっての音楽を続けていく、モチベーションの一つになってるなと思います。2人をつないでもらってます、ありがとうございますって言ってくれてますけど、ラジオネームハンター、こちらこそありがとうございます。これからもまだまだ聞いてもらって、ね、福岡と北海道でなかなか会えないと思いますけど、より多くのライブに足を運んでもらえるように、俺もいろんなところでライブやっていきますので、また2人で遊びに来てくださいということで、ステッカーね、ちょっと今日2人しか読んでないですけど、もうこの超遠距離恋愛、福岡と北海道で、遠距離恋愛してるハータンにステッカーあげたいと思います。また2人でライブに遊びに来てくださいということで、今週のステッカーはラジオネームハタン、おめでとう。で、来週なんですけど、そろそろね、もう春ということで、
卒業だったり新生活だったり、ね、今から新社会人になる人もいればもうすでに社会人何年も経験してそこからまた新しい環境に移るとかいろいろあると思いますけど、そういう、こう新しい環境への、変化だったり環境の変化だったり旅立ちだったり卒業の思い出だったりなんかそういったことをメッセージ募集したいと思います。オフィシャルフェイスブックページのメッセージまで送ってください。ラジオネーム書いてください。ラジオネームで読みます。でステッカー欲しい人は本名と住所も書いてください。ということで、いよいよもうあとちょっとで、あなたがいれば配信開始になります。日付が2月18日になったら配信開始になりますので、レコチョク、iTunes、その他もろもろいろいろなダウンロードサイトでダウンロードしていただければ嬉しいなと思います。で、まあ、レコチョクのイベントはもうすでに来れる人は決まってますけど、その次の日、2月22日の日曜日、渋谷青春祭という青春祭というですね、高校生がメインにこう作っているイベントに出させていただくことになりました。場所は代々木の山のホールというところに、なります。ぜひ遊びに来てください。あの高校生が中心で作っているイベントだけど、あの来場するには高校生の必要はないということなので、ぜひ遊びに来てもらいたいと思います。そしてさらにさらに、5月16日、ワンマンライブが東京の草月ホールというところでありますけれども、先行抽選予約というのを一時やりましたけど、それが終わってしまいまして、間に合わなかったなという人もいると思いますが、近日中に二次先行予約を案内できるということなので、お、俺も日付よく分かってませんが、ぜひお楽しみに。予約し忘れたという人はもう早めに、先行のうちでなくなっちゃう可能性もあるので、ぜひ、チェックしてですね、予約してもらえれば嬉しいなと思います。また公式サイト、オフィシャルホームページ、オフィシャルフェイスブックページ、ブログなどなど、あとレディオ KG でも告知していきますので、チェックしてもらえたら嬉しいな、ね、さっきのそのラジオネームハータンのメッセージでもありましたけど、やっぱりねライブなんですよ。ライブってなんかね、その時のテンションだったり気持ちもあってですね、毎回違う感情で歌えたりするので、ぜひ、ライブを聴きに来てもらいたいなと思います。もしかしたら毎日の生活の中で音楽がなくても生きていけるという人もたくさんいると思いますけども、なんかね、1回ぐらい試しに KG のライブ見に行ってみようかなと思うような人が皆さんの周りにいれば、もう無理やりにでも連れてきちゃってください。ぜひで、ライブね、ワンマン以外にもちょこちょこいろんなところでやりますので、いろんな情報をチェックした上で遊びに来てもらえればいいなと思います。ということで、いよいよリリースされます新曲、あなたがいれば、2月18日もう日付変わったら配信開始になります。ぜひぜひダウンロードしてたくさん聴いて、エネルギーにしてください。ということで、今週のレディオ KG はこの辺でお別れです。レディオ KG 記念すべき10回目、終わりということで、また来週会いましょう。 KG でした。バイバイ。Always with you, Radio KG.